続き戻ってきたんですけども、はい、あのペヤングさんがですね、うん、またちょっとあのネタ焼きそばというか、うん、まあいろんなの出してるじゃないですか、今までネタ系、髪の毛が生えるだとか、まあめちゃめちゃ辛いだとか、はい、今回の商品またちょっと違うアプローチされてます。さあどんな商品だと思いますか？肌が白くなるやつ。あ、食べたら肌が白くなる、うん、美白効果付き焼きそば。そう、ビタミン C たっぷりみたいな。そんなのあるわけねえだろ。そんなのが作れたらな、もうみんな色白い、マッチのマイケル・ジャクソンだよ。ということで正解はこちら、せーの、でーでー、ベヤング牛脂マックスです。タタタタタン。これはね、ほんとすごいですよ。このちいちゃな焼きそばでね、なんと700キロカロリーございます。そうですよ、このペヤング焼きそば。これいろんな YouTuber さんがやってたんですけども、動画を見る限りではね、あれそこまで牛脂マックスってほどマックスと思ったわけですよ。なるほど。ということで本日の企画はペヤング牛脂マックスに牛脂丸ごと1本入れてみた。これはね、あの大人気のバター企画の、はい、もうあの続編みたいなもんですよ、これは。そうですね、はい、1本企画ということでこちら使っていきたいと思います。ズビンラード牛脂じゃないんかい。あのね、牛脂探したんですけども、あのスーパーとかにこのちっちゃいのあるでしょ、はい、あれをなんとかね、いっぱいくださいと店員さんにあのお願いしたんですけども、肉1個につき1個しか買えないってことで、でそんな買っても余っちゃうんで、はい、もう牛脂もラードも買わねえかと思ってラードにしました。ご了承くださいということで、今からですね、これを丸ごと1本こちらに乗せて、はい、あの完食していきたいと思います。ということで早速つけていきたいと思います。ということで早速やっていこう。見てちょろげ。なんでそんな今日オロチマルみたいな髪型してる。だから今日さ、髪巻けなかったんじゃん。ほら恥ずかしいじゃん、何もしてない前髪。だからちょっとこうやって流してもうない方が綺麗かなって。今日はちょっと寝坊しちゃったんです。でも急いできたな。はい、ということでキッチン来ました。早速ね、牛脂マックスに牛脂をマックスで入れていきたいと思います。マックスとマックスで X-JAPAN ギロッチン。やだ、言う髪の毛も恥ずかしいし、もうカメラマンになるわ。ギョギョーということで、普通のとさらに足したの2つ作りたいと思います。一応ね、この本家のもね、食べてみたいって、ね、そうだね、食べたい。そう、はい、ということで、火薬を入れたんでね、こちら入れていきます。火薬どんな感じなんだろう。火薬はね、すごいラーメンに近いですね。メンマとナルト入ってるもんね。もうほぼラーメンよ。だから油そばみたいな感じかな。ますます楽しみになってきた。腰に手を当て、お尻フリフリ、みんなおいでよワンダーラー、リズムに乗ってワンツースリー、飛び切る大好き。何やらすんだよ。歌ってほしそうだったじゃん。何の歌だっけそれ。何聞いたことある。島次郎。島次郎か。はい、お湯入れます。お尻の穴に挟みズブズブ、血だらけになるワンダーラン。それでは3分経ったので切っていきます。あ、ゆっちゃんがそんなとこで、そんな大胆な下品な女の子。 ASMR ですか。オーケーギョギョ。それではいよいよこちらの焼きそばソースを入れていきます。はい、お願いします。いけー。あら、すごい、あ、匂いがすごいいい匂い。混ぜたよ。美味しそう、見て。あ、めっちゃうまそう、めっちゃいい匂い。つよんつよん。じゃあ片方にね、あっちでこれを入れていきましょう。いくぜ、移動だぜ。はい、では早速こちらの牛脂をかっこラードを入れていきたいと思います。はい、やばい。それではいきます。3、2、1、ファイヤー。気がしてきた。はい、ではね、1本丸々入れました。こ
これ混ぜて大丈夫？これどうなるの？いきます、混ぜます。うわー、溶けない。トリートメント、トリートメントにしか見えない。あ、待って、ほら、やばい。あ、スープがやばい。あの、ラーメンじゃん。あ、ラーメンになってきた。うん、溶けて。ラーメン、ラーメン。はい、ということで、これが本当のペヤング背脂マックス&マックスマックスだ。嬉しいです。見てください、こちらが市販のペヤング牛脂マックス、そしてこちらがバイオリジナル牛脂マックスマックスマックス。エンド、早速食べてみましょう。あ、それではまず、普通のね、牛脂から食べましょうよ。はい、言うて全然ですよ、これを見た後だとね。うん、すごいいい商品に見えます。じゃあ食べましょうか。おいしそう。せーの、うまし勝て。うん、って感じだね。うん、うん、味濃いめの油そば、これとご飯食べれるもんね。いや、これに、そう、ご飯の上のせてちょうどいいぐらい。うん、美味しい。もうね、これね、ジューシー超えて牛脂うまい。じゃあ早速ね、こちらの牛脂エンド、うまい。それでは行きますか。行ってください、皆さん、これ。あ、でもこれちょっとなんか、パイタンスープに見えてきたな、ちょっと。もう言い聞かすしかないから、ここまで。心の準備はいいか。いくぞ。スリー、ツー、ワン。うん。うま。おお。はい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 。なるほどね。いや、食べたよ。マジ？意外と食べれた。あ、ちょっと俺今ひよっただけかもしんない。うん。油。普通に。うん。ラーメンだと思ってる。いけるかも私。あんまりカロリーとか変なこと考えてダメ。油の膜がすごくて、うん、なかなか味にたどり着かないけど、噛んでるとこいつになってくる。うん、そう、うん、うんうんうんうーん、いや、油っこいの慣れてるせいかちょっといけそうだわ。マジ？うん、じゃあどうぞどうぞ。何も考えなきゃいいの、平常心ですすればいいの。こういうものだと思う。うわ、なあ、マミ君がやばい。大丈夫、俺食うからちゃんと。俺は責任を持って食うから。なんで、おいおいしないで。鼻つまんだらいける。ほんと、鼻つまんじゃダメ、食感がダイレクトにくる。これマジ2人でよかったわ、これは。小さくてよかった。これ1人で1個だった。これもうマジでやばい、これ本当に。うん、あとちょっと。うん、うん、マジラーメン。うん、うん、うん、うん。じゃあゆんちゃんが残飯やっつけてる間に俺はこっちをやっつける。うん、こう食べ比べると完璧に計算されてるわ、計算。うん、こっちなら余裕。うん、大丈夫。うん、じゃあいきます、ここラスト。いけ。お、うえうえ、ゆんちゃんが食べたということで完食です。これはやばい、もう絶対もたれする、マジで気持ち悪い。明日が怖いぞこれ。もうマックスと書いてあるものにはもう足さない。だからそれがマックスなんだから、それ以上はもう人間が食べちゃいけないものになるよって話なんだよね。多分8万キロカロリーです、これ。8万キロカロリー。本当だよ。どうする、明日になったらボーンって表情膨らんでるかもしれない。いきなり太ったら。はい、ということでいかがだったでしょうか。ペヤング牛脂マックスに牛脂丸ごと1本入れてみた、かっこラード。まあね、真似する人はいないと思いますけども、あのね、本当にあの体に多分良くないと思うんで、皆さん脂っこいものはね、なるべく控えて野菜を食べてください。野菜マックスも売ってください。はい、ということで、バンヤンマジでそんなの食べるなんてやべえやつらだなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
パニュって本当に変色というかバケモンだよね。ちょっと待って、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた会いましょう。またー。こんなに牛脂な食べ物食べたことない。牛脂すぎたね、ちょっと牛脂すぎたね。こんな牛脂なものもう食べたくないね。こんな牛脂な食べ物もう二度とないでしょ。この世にはないよね、この牛脂。